うん、どうやらわしの出番が来たようじゃな。久しいな。まさかお前が勇者の盟友であったとは。世の中というのは狭いものよな。わしの預かった秘技は勇者の盾。魔物の生み出す幾多の災いから加護の光にて皆を守るという技よ。大魔王やその眷属とこの秘技なしに戦うことは危険だと言えるじゃろう。しかしこの秘技を得得したいのならば、わしの与える守護の試練を果たしてもらわなければならぬ。お前はアンルシア姫と共にわしの用意した試練の魔物を倒すのだ。この試練受けてもらえるな。覇者の秘技の試練をエイドス様から受けたようね。エイドス様、私は必ずや彼女と共に試練を果たします。よろしい。プクランド大陸のポーポラ地方の南東にある賢者の隠れが、その奥ドクガの間に試練の魔物を配した。ポーポラ地方へはオルフェアの町からオルフェア地方を東へ出て、東へ進めばたどり着けよう。見事試練の魔物を打ち倒してみせるがよい。試練の魔物、なんだか不気味な感じだわ。危ない！この魔物は毒の煙を身にまとっているわ。加護の光が守ってくれなければダメージを受けていたところよ。もしこの加護の光を技に消化できたら、毒から身を守りながら戦うことができるわ。それが勇者の盾の正体。私は加護の光を技に消化することができるかどうか試してみるわ。Thank you.
しい思いをさせてごめんなさい。絶対に加護の光を技に昇華させて勇者の盾を使いこなしてみせるわ。これ以上あなたを傷つけさせない。力を感じるわ。これが誰かを守るために必要な勇者の力なのね。よく聞いて。加護の光をできるだけ大きくして私の周りに出してみる。その光の中に入っていれば毒のダメージを防げるはずよ。だから私のそばを離れないで。強くなれるよ。うっ
最強に近づいたな。キレが増したみたい。なんとか試練の魔物を倒せたみたいね。これは私の中に大きな力が湧いてくる。よくぞ試練の魔物を打ち倒した。アンルシア姫の人を守ろうという強い意志をわしも感じた。守護の試練を果たしたことを認めようぞ。感謝いたします、エイドス様。ですが私はただ彼女を守ろうとしていただけで。構わぬ、それこそがこの守護の試練の目的なのじゃからな。誰かを必死に守ろうとしたその気持ち、これからの戦いでも決して忘れるでないぞ。はい、エイドス様。では今一度秘密会議室に戻るがよい。まだ話し足りぬことがあるでな。ありがとう。おかげで覇者の秘技の一つを得得できたわ。それじゃお城の秘密会議室に戻りましょう。賢者エイドス様、アンルシア、ただいま戻りました。アンルシア姫よ、魔を討つための覇者の秘技の中に勇者の盾という守りの技があるのはなぜかわかるか。勇者は魔を滅ぼすためだけの存在ではない。人々を魔から守ることも重要な役目。それを体現するのが勇者の盾なのだ。わかりました、エイドス様。私は必ず大魔王の魔の手から人々を守り抜いてみせます。よし、これで守護の試練は終わるが、勇者の盟友の働きにも報いねばならんな。わしから報酬を用意してある。見るとよろしく頼む。ではこちらの報酬をお受け取りください、アンルシア様。その力でもう誰一人失うことのないようお願いいたします。ではわしは失礼する。二人とも本当にご苦労じゃった。Thank you.
どうかいたしましたか？放浪様が現れませんか？また壊れてしまったのかもしれませんね。義士のバジオ様に修理を。おい、何か反応があるようです。うわ、やめのじゃ。そのわ、わしの放浪様のお声のようです。いかがなさいました、放浪様。やめ、やめて、で、が、が。放浪様、いかがなさったのですか？通信が切れてしまいました。今のは一体。放浪様の身にどうやら何か起こったようです。これは困りましたね。放浪様が用意なさった試練の内容は放浪様自身しか知らないのです。どうやらあなたのお力をお借りするしかないようですね。放浪様の安否確認をお願いできますか？放浪様の無事が確認されましたら、覇者の秘技の試練を受けて、それを果たしていただきたいのです。私はここを動けませんし、放浪様の居場所も分かりかねます。心当たりを探してみてくださいませんか？それでは、よろしくお願いいたします。おお、お主ではないか。もしかしてわしの心配をしてここまで探しに来てくれたのかの。すまんかったな。呼び出された時ちょうど熱いバトルの真っ最中だったんじゃ。こいつがその戦利品じゃよ。最後の一つをライバルと奪い合って、それはもうデンジャラスかつサバイバルな戦いじゃった。危うく負けそうになったが、最後の最後で会心の逆転ヨナズンが見事にクリティカルヒッツしたんじゃ。まあちいと大げさに言ったが、それくらい白熱したということじゃ。おお、すまんすまん。お主の要件は分かっておるぞ。覇者の秘技の得得を望んでおるんじゃろ。大魔王やその眷属と戦うには覇者の秘技は必須と言えるものじゃからな。わしが預かる秘技は勇者の心。勇者の持つ勇気の心を仲間に分け与え、大きなパワーを引き出すという秘技中の秘技。その得得のため当主の試練を受けてもらうぞ。内容は至ってシンプルじゃ。試練の魔物と戦い、これを倒すだけ。お主は勇者の盟友なんじゃから、
アンルシアちゃんと共に試練の魔物とのバトルに参加しなきゃいかん。真のレンダーシアのリンジャハル海岸に立つ忍者の塔の最上階に試練の魔物を用意してあるからの。試練の魔物は心を惑わす技を使う。惑わされれば相手にダメージを与えられぬ。心してかかるのじゃぞ。次はジュレット、ジュレット、駆け込み乗車と駅弁の取り合いは危険ですのでおやめください。おお、もうついてしまうのか。わしはこの駅弁をまだ食い終わらんので、しばらくは乗っておるつもりじゃ。忍者の塔に向かうがよい。ではアディオス。尋常に勝負です。準備はいいかしら。あそこにいるのが試練の魔物よ。ホーロー様が言ってたわね。あの魔物は心を惑わす。惑わされるとダメージを与えられなくなる。なんとかしてその技を打ち消す方法を考えないと勝つことは難しそうだけど、一体どうすれば。嘆き、悲しみ、恐れ。ゆっくり相談している暇はなさそうね。戦いながら方法を考えてみるわ。嘆き、悲しみ、恐れ。援護します。
ぱりあの技を受けたままではあの魔物を倒すことはできないわね。嘆き、悲しみ、恐れ。この戦いの間、私はずっと考えてた。勇者とは何者なのかということを。勇者とは勇気あるもののこと。でも勇気は私だけにあるものじゃない。みんなの中にもあるものだわ。ならば私がみんなの勇気を奮い起こせれば、あんな技に負けない勇気の心を得られるはず。それを今から試してみるわ。嘆き、悲しみ、恐れ。Thank you.
この心は我が剣と共に。試練の魔物に勝つことができたのね。あなたのおかげよ。ありがとう。これは私の中に力が湧いてくるのがわかる。やっほー、アンルシアちゃん、試練の魔物に打ち勝ったようじゃの。実にマーベラスかつアメージングじゃ。よしよし、当主の試練をクリアしたことを英知の冠の一人ホーローの名においてここに認めるぞい。ありがとうございますホーロー様。でも私じゃなく彼女が頑張ってくれたおかげです。それでいいんじゃよ。勇者とは自ら剣を振るうだけの者を呼ぶ名ではないのじゃ。共に戦う盟友や仲間を信頼し、その力を引き出すことができてこそ真の勇者と言えるのじゃよ。はい、ホーロー様、そのお言葉を心に刻んでおきます。さて、試練は終わったが、お主は秘密会議室へ戻ってきてくれぬか。積もる話があるのでな。おっといかん、限定品の弁当を買わねばならぬので、これにて失礼するぞ。
グランゼドーラ城へ戻りましょう。秘密会議室に行かなくちゃ。この期間限定ご種族盛り弁当はなかなかデリシャスじゃの。ご種族をイメージした旬の食材がお互いの味をフォローしつつとろけるように美しいハーモニーを奏でておるわい。お、おお、こりゃすまん、戻っておったか。当主の試練が終わり疲れているところを呼んだりしてすまなかったの。少しばかり話をしたくてな。最初にお主と大地の箱舟で会ってからどれくらいの時が過ぎたかの。実はな、わしはあの時からお主には何か勇者につながる縁のようなものを感じておったんじゃ。故にエンダーシアへと向かわせるべくあれやこれやとやってもらったんじゃ。まさかお主が勇者の盟友であったとは、わしの見る目はなんとスペシャルかつパーフェクトなんじゃろうか。いやいや、真にグレートかつワンダフルなのはお主の方じゃな。とにもかくにもわしが目をかけた若者がこんなに立派になってくれて嬉しいぞ。今回の試練の報酬を用意してある。わしからの選別も兼ねて受け取ってほしいんじゃ。こちらが放浪様よりお預かりした報酬です。どうぞお受け取りください。お主のこれからの活躍にも大いに期待しておるぞ。さて、わしはもうしばらくぶらり箱舟の旅としゃれ込むとするかの。覇者の秘技の会得大義であった。早速英知の冠の賢者たちを召集し、このことを報告したいと思う。英知の冠の諸君、ご苦労だ。皆が与えた試練を果たし、勇者姫アンルシアは無事に3つの覇者の秘技を会得した。さらに勇者の盟友の大きな成長も見逃せない。今こそ大魔王と戦う準備は整ったの。浮かれるのは早いぞ。覇者の秘技とて一つの技に過ぎぬ。生かすも殺すも使う者次第よ。ブロッゲン様も言っておられる。覇者の秘技は相手によって使い分けることが大切なのである。でもアンルシア姫なら大丈夫。盟
英雄としてとても頼りになるこの者が一緒なのである。そうじゃぞ、アンルシアちゃん。勇者だからと何でもかんでも一人でやろうとしてはいかんのじゃ。神代の力を授かった勇者とて一人ではできることに限界がある。ゆえに盟友がおり多くの仲間がいる。勇者が彼らに勇気を分け与えることで大いなる力の流れが生まれるのだ。それこそが大魔王に対抗できる力と。残る聖地の神の秘跡を守るにあたり、覇者の秘技を存分に役立ててほしい。神の秘跡を守り抜くことは世界の運命を変え、運命の振り子に力を与えることにもつながろう。そのことを忘れてはならんぞ。はい、ルシェンダ様。二人で力を合わせ、私は戦い続けます。一層勇者らしい顔になったな。今のそなたたちならばこの世界を救えると私も信じている。英知の冠の賢者諸君、我々の役割が一つ終わったな。それでは再び集う時を待つとしよう。今後もアンルシアの力になってくれ。しかと頼んだぞ。私が覇者の秘技を得得できたのはあなたがいてくれたから。これからもよろしくね。アンルシア様、覇者の秘技を全て収められたあなたはもう立派な勇者です。私はあなたを勇者と信じます。そして勇者様にお話し、いえ、懺悔したいことがあります。ルシェンダ様の執務室へお越しください。そこで話したいと思います。ミルトさん、話したいことって、懺悔って何のことですか？私まで呼びつけるとは。そうか、あのことか。やっと話す気になったのだな。あのこと？やはりルシェンダ様の目を欺けるはずもありませんね。アンルシア様、兄上のトーマの遺体を魔族に渡したのはこの私なのです。あの頃の私はどうかしていました。トーマは死に、唐突に真の勇者だと紹介されたアンルシア様はすぐに姿をくらまし、ええ、私は逃げたと思いました。勇者の重責に耐えられずに。そして皆が絶望しかけた頃、あなたは何食わぬ顔で戻り、国中の祝福を受けた。心の弱さから逃げ隠れした者が結局勇者としてチヤホヤされるのを忘れられず戻ってきた。なんと面の皮の厚い。そう思いました。私は怒りと失望に取り込まれました。だから私はトーマに、トモに、真の勇者にすがりたかった。とっくに死人であったトーマに、魔族とは知りませんでした。賢者をも超える秘技を見出したヨステ人だと。死人を蘇らせる秘術を見出した大魔導士だと。そしてその者は言いました。世界の危機に、捨てたはずの世を失い、協力させてもらいたいと。人の心の闇につけ込み、もてあそび、踏みにじる。まことに魔族らしいことだ。見ると、お前もまだ未熟だったな。アンルシア様、勇者様、私はどんな罰でも受けます。ですから、ですからトーマを、我が友を、何としても闇からお救いください。ルシェンダ様、私の仕事もじきなくなります。
どうか我が身をお好きなように処してくださいませ。アンルシア、お前が決めろ。ミルトさん、どんなことでもする覚悟はありますか？無論です。そうですか。ではそのまま今まで通り生きてください。あなたが今まで通り暮らせるように、皆が今まで通り暮らせるように、私が大魔王を倒します。兄を倒します。アンルシア様、私は勇者ですから。アンルシア、それでよいのに。いいわけないでしょう。でも私は勇者ですから。兄様の親友も認めた勇者ですから。もう一つだけ、お母様にはくれぐれもこのことを明かさないでください。どんなに苦しくとも、お母様の中の兄様の美しい思い出の一つとして汚れないままでいてください。ここにいる人たち以外の前ではあなたは綺麗なままでいてください。どんなに心が潰れそうでも、ミルトさん、それがあなたのすべき一つの償いです。心得ました。Thank you.